ボディ。マッスルボディは何が得意だった？それは体育と給食だな。廃校に忍び込んだ2人の男女、不気味な廃校で2人の若者が遭遇した驚異の生物とは。ミミちゃん知ってる？トイレの花沢さんって。ミミ、怖い話嫌。ミミちゃん知ってる？何十年間も年を取らない呪われた磯野家の話。ああ、今あそこに松戸さんと波平の霊が。宇宙からやってきた脅威の生物マリンバ。マリンバに遭遇したとき、心の奥に潜む人間の魔性の本性が暴き出される。なあ、欲しいんだろこの俺。むき出しになった欲望と生々しい情念の世界。人類に襲いかかる脅威マリンバ。宇宙からやってきた悪魔マリンバ。マリンバ、マリンバにご期待ください。